ド派手で生かしたゲームだよ。友達にどんどん進めてね。あら、刺さる空気がたぎらせる。ここに立つものはウィナー&ルーザー。誇りと無謀と興奮、鋼の道を駆けるトレイン。黒鋼の体信じてる、握る手を見据える。さあ日本のラインだけ支配しろ。道しるべ自分だけに書き換えろ。勝ちゆくもの負けゆくもの、語り継ぐ夜に立ち会う時。さあ日本の運命を塗り替えろ。道だらけ熱い鼓動を理解しろ。走り抜いて諦めるな。語り継ぐ夜はまた来るはず。灼熱の電車だ。ビーバトルのやり方だけど、ここは両端が地下だから端から端へ用意ドン。具合悪いな。七条まで指示速度、地上に出たら制限解除でバトル開始。何言ってんだお前ら。先に京橋に飛び込んだ方が勝ちってことで。どう？いいですけど。それじゃあ始めましょうか。ゆっくり出るから慌てないでついてきて。七条の出発信号を過ぎたら全開走行に突入するから。うわっ！いきなり音が変わった！大気も離れてるのに全開バトルに入ったんだ！乗れてないぜ。乗せられてるだけだ。短い区間に細かいコーナーとアップラインがぎっしりだ。これじゃジェットコースターと同じだぜ。自分でリズム作れないから怖えのなんのって。ここで離れたら絶対追いつけない。集中力を切らしたら民家に飛び込んで解体べきだ。なかなかやるじゃない。波の走り屋じゃないの。食いついてく。そうでなくちゃ先の楽しみがなくなるわ。どこまでついてこれるかしら。まだまだこんなもんじゃないよ。私たちの本気は。さすがに今評判の宝塚製の2000系だね。
そう簡単にちぎらせてくれない。これからや。右肩の上が左の京阪本線のコーナーの恐ろしさ。マコにここまで食いついてくるとはやるわね。さすがレッドサンズの高橋涼介に勝っただけのことはある。食いつかれてる。私乗れてない。さゆき、そんなことない。マコの調子はいいよ。あっちの走りに余裕はない。私らの方が速い。あんたは後ろ気にするのやめな。リズムが乱れるからね。後ろの動きは私がバッチリチェック入れてるから。いくら2000が速くてもここは私らのホームコース。林間までに決着つけてやろうじゃ。 Show me tonight you magic Won't need a countdown You love me while my heart breaks Won't express love Don't be a new town No way Every day Another we go Out of fight for war Back in the night Like a thunder乗り上げた。クソったね。流されてたまるか。心臓が縮み上がるような瞬間をいくつも飲み込みながら走り屋は成長していくもんだ。並外れた集中力と天性のセンス、鍛え込まれたドライビングテクニック、そして何よりも俺の手で熟成された足回りの完璧な仕上がりがあれば負けやしねえだろ。ここのリズムが分かってきた。
島からふくふく戦が始まり、2000は確実に差を詰めてきている。絶好調のマコに初めて走るコースで食いつくどころか確実に追い上げてきてる。アベレージの上がるふくふく戦に飛び込んだら、あいつはもっと攻め込んでくる。このバトル勝てない。さゆき、さゆきったら、どうしたのよ。最近人間 CDC が黙り込んだら負けちゃうよ。そうだね、私らの手に負える相手じゃなかったの。とんでもない化け物にバトルを挑んでしまった。この勝負、私らに勝ち目はないよ。さゆきのバトル。そんな弱気なさゆきは嫌いだよ。2000がすごいのは初めから分かってることじゃない。何よ、おじがついちゃって。そんなの最低だよ。今のさゆきは逆レよ、押し返そうよ。あんた下ろした機関車よ。引っ張られてるだけの貨物と同じだよ。逆レとまで言われちゃ黙ってられないね。行くわよマコ、死ぬ気で攻めなさい。低速の血なんかに入れたらぶっ飛ばすわよ。オッケー、そうこなくっちゃ。見たいよな、マコとサユキのドリフト。大和田の S 字は最高の見せ場だもんな。お、何か来るぞ。誰だろう。グリーンの8000系。マコとサユキか。もう一列車いるぞ。高マーク出してるぜ。バトルやってんのか。制限なし、派手に行こうよ。ドン。やべえぜ、マコと同じ速度で突っ込むなんて。クソ度胸だけでクリアできるほど甘いコーナーじゃねえぞ。クリアしやがった。信じられねえ、マコとサユキに一歩も引いてねえぜ。そうこなくちゃつまんないわ。まだまだこんなもんじゃないからね。またペースが上がってきてる。これ以上行かれたら車の限界超えちまう。ダメだな。2000がすっと離れた。ついてこない。しまった、ここは流しちゃダメ。森口市駅は島式ホームよ。ダメ、立て直せない。2000の進路を塞ぐ。最悪。
こちら三本松、まもなく通過します。立ち上がりでケイスケは中里に遅れてるか。立ち上がりはワンテンポ遅れてますが、トータルでは食いついています。来たぞ。鈴鹿の谷は深いぜ。落ちないようにせいぜい安全運転するんだな。やるぜ中里。アーバンの性能に乗せられてるだけのヘボじゃねえな。てめえこそ今度はちゃんとゴールしろよ。またリタイアじゃ勝った気がしねえしな。さすが高橋健介、手ごわい。吐き気がするほど鋭いコーナリングだぜ。てめえじゃちっと役不足だが、あの野郎をぶち抜く前にまずはてめえをぶっちぎる。手ごわいぜ。バス200はコーナーが早い。そして俺とアーバンにここまでついてこれる奴がいると思わなかった。さすがに高橋兄弟と言っておこう。いっぱいヤバい妹に突っ込んでいくぜ。ついてこれか。8200の最大の武器は旋回スピードの高さ。それを忘れるなよケイスケ。パワーで勝負しようとすれば負けるぞ。通勤型はコーナリング命だぜ。そこまで曲がるか。こんな速いコーナリングするやつ見たことないぜ。似てるな中里。昔の俺とそっくりなドライビングだぜ。闘争心むき出しの攻撃的なドライブだ。確かに遅くはないが、自分で思っているほど速くはないんだぜ。自己流で身につけたドラテクは限界がある。俺は兄貴にそれを教えられた。それが俺とお前の決定的な差だ。言ったはずだぜ、ナイトキッズなんかに俺の敵はいねえって。頑張ってるみたいだな、たけしのやつ。プライドをかけて必死で走ってる姿を思い浮かべると締め付けられるような気分だぜ。自分勝手なやつばっかりの柄の悪いチームだけど。ナイトキッズってチームが初めて一つにまとまったんじゃねえかな。勝ってくれよたけし。チームのためなんかじゃない、お前自身のために。雨だ、これやばいぜ。全開アタックの真っ最中だってのによく言うじゃんか、雨は降り始めた直後が一番怖いって。ああわかるぜ。俺なんか駅進入直前にゲリラ豪雨に見舞われてさ、慌ててブレーキかけたんだけどめちゃくちゃ滑ったぜ。そうそう、ノッチ入れても車輪が滑りまくって空転検知が働くし、加速も減速もできなくなるんだよな。このバトル中断した方がいいんじゃねえか。すげえ、2人とも全くペースを落とすそぶりはない。うっつり切れてやがるよ。あいつらほどの走り屋ならアニソン兄がどんなにヤバいか知らないことないのに、何が何でも勝ちに行くってわけか。でもさ、雨となればアーバンの中田とか打点有利だよな。重量あるし全 M 車だし。そう思うのは素人だぜ。今だけは M 車も T 車も関係ない。ブレーキかけて止まんなきゃどっちも突っ込んでくだけの鉄の塊だ。コーナーはまた一つ飛び込んでしまえば俺の勝ちだ。ナイトキッズの中里がリードしてる。だけど8200がぴったり食いついてきてる。すげえもつれてるぞ。雨だってのに目いっぱいのところまで突っ込んでくるぞ。恐ろしい、見てる方が悲しまりになっちまうぜ。死にやがったな。そんな速度じゃいけるわけねえ。バカ野郎が単純にドボンだ。行け、手応えはある。こいつのインバーターが池とうなりを上げている。
野郎。負けたのか、たけしが。なんでだよ、信じられねえよ。俺と？そうだ、このバトル受けてもらいたいぜ。俺は雨の走りには自信があるんだ。それとも何か？お前雨でビビってんのか？いいよ、やるよ。カウントいくぜ。いきなり5 4 3 2 1、ゴー。ケース、楽しんでくれて何よ。お前にやらせてよかったよ。ちくしょう、兄貴のバッキャローは。自分が一番楽しんでたくせに。スタートダッシュはやっぱ8008か。出力もでかいし、 3VF とクリア負けちゃいらんねえぜ。やるじゃないかケンタも。 3VF とはいえうまく飛び出した。それもちょっと違う。走り出してしまう、いつでも追いつけるっていう余裕のスタート。あっさり前に行かれた。まずいよこの先。しばらく平坦だからパワーの差が出てどんどん置いていかれるぞ。相手は神戸の走り屋だから、どっちの地元でもないという点では条件は互角だけど、問題はこの雨だ。あいつ雨でも走れるのかな。走れるんじゃないか。だって毎日乗務あるんだし、雨の日だって数えきれないほどあったはずなんだ。そうだよ、絶対そうだ。だとしたら匠のドライビングテクニックは雨でも通用する。っていうか俺たちみんなそうじゃん。風が吹いたら炎着で、雨が降ったら運休で、武蔵野線を読んだ。いよいよ下りに突入だぜ。ここからが本当のスタートだ。絶対追いつかせるもんか。このマージンをどんどん広げてやるぜ。2000系の化けの皮、俺がここで剥がしてやるぜ。おお、ケツ打ってるぜ。あの8008、雨の中いい走りしてるぜ。ずいぶん差がついたな。やっぱ平坦区間じゃ8008に分があるか。けどここからは延々と下りコーナーの連続だし、無敵のダウンヒラーのスーパーテクニックが出るぜ。お、来た。けどこんなに開けられたら、いくらなんでも追いつくのは無理。うわ、トンネルから振ったまま出てきたぞ。信じられねえ。あんな速度でクリアできるもんなのか。ちょっとちびった。あー、無理しねえとかしれっとでカタカタしやがって。あ、ねえ、こんな切れた走りがタクにとっちゃ普通なのかよ。こいつ人間じゃねえ化け物だ。釣り革横向いてるし。乗れてる。今日の俺は絶好調だぜ。凌介さんが取り付けさせたこのビデオカメラ、何のつもりか知らねえけど、2000を撮るためなら当て外れですよ。2000は映りやしない、いや映させない。絶対に前になんか出すもんか。宝塚線2000系の無配信はもう今日で終わりだ。
追いついたと思ったら何の躊躇もなく抜き切れる。あっけねえ、仕上がりでごぼう抜きかよ。8008だって下手くそどころか結構やり手だぜ。すごいと聞いてはいたが、これほどとは。ついていけない。コーナーを抜けるたびに確実に差が開く。同じスピードで飛び込めない。母さん、ケンタや、ブレーキは停止直前に全緩めだよ。車は急行梅田行きです。次の停車駅は川西の瀬口。阪急86運転士、応答願います。こちらは宝塚線指令。こちら阪急86、どうぞ。匠か。池谷先輩、いつから司令員になったんすか。いいから聞け。来るぞ、あいつらが。今夜だ。同じ顔ばかり9本横一列、気味悪い。1本目からメインイベントのダウンヒルだ。2000を出してくれ。そっちは誰が走る。俺だ。車は2199だ。池谷、あのポニーテール野郎。ああ、メガネをかけさせて。委員長って呼んでみて。エッチなのはいけないと思います。何言ってんすか先輩。ポニーにはメイド服っすよ。エッチなのはいけないと思います。あんたもかい。てか何で持ってんだ。まあ、さん気を抜くな誠司、マルヘイ運転で行け。本気か京一、ポンコツ相手にマルヘイ運転。そうだ、気を抜くんじゃねえぞ。俺には分かる、電気みたいなもんが走った。この2000はできる。眉唾もんじゃねえ。凌介を任すだけの何かを持ってるんだ。それが何か分かるまでは気を抜けねえぜ。アウェイでのバトルで勝つために京一が作った作戦パターンは3つある。相手が最も手強い時にだけ使うのがマルヘイ運転だ。なぜマルヘイ運転なんだ、俺には分かんねえぜ。よし、カウント始めるぞ。待て、俺たちのルールでは主電動機出力の低い方が好きなタイミングでスタートできるんだ。くそ、いい音出てるぜ、シーメンス 3VF。今日ばかりは嫌な音にしか聞こえねえけどな。今度こそダメだってみんな言ってるけど、そんな相手に匠はいつも勝ってるんだな。根拠はないけど、あいつにまた勝つような気がする。見せつけてやるぜ、2100の凄さじゃなく俺のテクニックの凄さをな。いくらコーナーで頑張ったところで
所詮ポンコツはポンコツだろうが。すんげえインパクトある光景だぜ。京急が伏線ドリフトで阪急を追い回すシーンなんて。ちょっと長いストレートがありゃ2000はあっという間に抜かれるぜ。ドリフト勝負じゃ負けなしだった宝塚線の2000系が京急のドリフトに負けるぞ。気に入らねえ、ムカついてしょうがねえ。冗談じゃねえぜ。1100に乗っててなんでこんなポンコツの後ろをちんたら走ってなきゃならねえんだ。確定に続行してるみてえでフラストレーションたまりまくりだ。川西の瀬口を出ればしばらくは高価だし線形も悪くない。こうと思えば軽く前に出られるぜ。クソったらが我慢できねえ。母ちゃん文句ねえんだろ京一。これで少しはスッとしたぜ。格の違いを思い知るのはこれからだ。まあ、ハイテンションの全開走りかましてバックミラーから消してやるぜ。首都圏最速を誇る京急快特のドライブだ。低高制限のポンコツは次元が違う。せいぜいよく見ておくんだな。もっとも見える距離にいればの話だよな。うっ、そういうことだ。やってくれるじゃねえか。わかったぜ勝つ気の理由。ストレートで全ノッチ使えないフラストレーションなんかじゃない。その理由は他にあるんだ。線の後ろについて走ってる時からうすうす気がついてたことなんだ。認めたくない一つの事実。俺の方がコーナーではわずかに遅いという事実だ。振り切れない理由はもう一つある。この辺りは宝塚線でも直線が短くパワーの差が出にくい区間なんだ。それにしても2000がこれほど走るとは考えてもみなかったな。ディープだぜダウンヒルってやつだ。ハイスピードセクションで今度こそバックミラーから消してやるぜ。少しくらいコーナリングが早くたってコーナーで抜くのは不可能だ。ストレートは断然俺の方が速いからな。これでよかったんだ。あそこで前に出たのは間違いなんかじゃない。勝つのは俺だぜ京一。圭介さん、こんな終盤じゃ勝負はついてしまってるんじゃ。兄貴が見物するならここにしろってさ。エンペラーだかコンテナーだか知らねえけど、宝塚線ダウンヒルで藤原拓海とやるなら来たんだ。直線の遅さに一れて前に出たらダメなんだ。早い。今までのどの相手よりも加速が鋭い。加速力の差をカバーするためにはあいつよりずっと速い速度でコーナーから飛び出すしかない。仕方ない。あれ行くか。覚えておけよ。伏線ドリフトには突っ込み重視と立ち上がり重視の二通りのドリフトがあるんだ。
アを出すタイミングと飛び出すタイミングが微妙に違う。こっちの方が難しい技だが。この技をものにできれば、格上の車相手でも互角以上に戦えるぞ。藤原匠は後追いの時にこそその実力を発揮する。先行して逃げ切るはずが、結果的に2戦を引っ張ってしまう。なんだそりゃ。もう一度抜き返すチャンスはない。終わりだ。誰が。バカが、タコ突っ張りしやがって。阪急2線が先着だ。エンペラーの進撃を初めて止めたぞ。俺が何に対して怒っているか分かるか、セイジ。なぜ負けたか、お前説明できるか。後ろについていればもっといろんなことが分かるんだ。マルヘイ運転で行けと言ったのはそのためだ。俺の指示通りに走っていればこんな無様な負けはなかったはずだ。これでエンペラーの関西エリア全勝はなくなったわけだ。いくら悔やんでも一敗が消えるわけじゃないからな。俺の本当の目的は凌介だからな。神戸戦で勝ちさえすれば俺の気は済む。俺が負けなければいいんだ。匠の技を見たけど、京一さん、2戦はどうするんですか。俺たちのメンツにかけても負けっぱなしでほっとくわけには。黙ってろ。そんなことは言われなくても分かってんだ。一番頭に来てるのはこの俺なんだからな。これはしびれたろ。しびれたなんてものじゃない。どうだよ。で、いつ乗せ替えるんだ。匠もパワー不足感じてるみたいだぞ。いや、まだだ。まだ匠にはやっとかなきゃいけないことが一つ残ったんだ。なんだそりゃ。俺に勝つことだなんて言うんじゃねえだろうな。大したことじゃねえよ。なんだ、無茶言わねえよ。負けることだ。まったく、兄貴も甘いぜ。神戸戦前線3日間足切りだってよ。いがむな。お前だって歯応えがある方がいいだろう。それはそうだけどよ。第一戦に入ってくるぞ。早いやつが来るんじゃねえの。当たりだ、圭介。並走してる。俺たちに見せつける気かよ、まったく。左側の車、前哨灯の位置が違いますね。800型か、旧1000型か。エンペラーは2100型ワンメイクだ。じゃ、まさか。ついてきてるじゃねえか。中高速域からの再加速性能を考えれば俺より速いスピードで曲がっている。このまま全ノッチ使わずに終わるかと思ったが、そうこないと張り合いがない。岡本通過で全開だ。一瞬で終わるぜ。またペースを上げやがった。どうする。少しペースを上げるか。俺らしくない。答えは初めから決まってるはずだ。ペースを変えたりはしない。
ここでカッとなってチャージするのは愚の骨頂だぜ。おそらく政治はそういう巻き方をしたはずだ。普通のことを普通にこなして勝つのみ。初めて繰り出すフェイントモーションからのこのアグレッシブなドリフトは俺が勝負を決めに行くという意思表示だぜ。お世辞にも長いストレートとは言えないが、ポンコツを振り切るには十分だ。終わりだ、アバヨン2000。自動車レースの世界ならエンジンブローは負けなんだがな。はじめに言った通り、俺はバトルをしたつもりはない。現実ってもんがよくわかっただろう。俺と競り合える車に乗り換えるまで勝負は預けておいてやるぜ。匠。親父。吸煙機の連結作業手伝え。救援列車にしては随分短いな。ちょっと待て、親父のやつ救援機って言ったよな。いや、まさか。なんだよこれ、やりすぎだぜ。何やってんだお前。いいぜ、親父。よし、行くぜ。さりげなく圧縮引き出しやったりして。なんで引き出せるんだなあ、親父。2000が、ただの故障じゃああはならない。おそらく高圧系でトラブルが連鎖して起こったんだろうな。パンタ下げたのはいい判断だ。いや、それはそうなんだけど、それ以上に気になること、この鎌は何なんだよ。デキさん生誕80周年記念回収で。なんだよその間は。せっかく会いに。つうかこっち見て話せ。許容120ターン。だいたい調子伝説は今日だろ。聞かん。親の言うことを聞かんとは何だ。わかってるぜ匠。これでもてめえの親だからな。スーターはやっぱりファイン入りだよな。違う。さーて、始めるか。確認やることがあるんじゃないのか。バカ野郎、魚介類は足が速いんだ。黙ってく。何か言いたいことはあるか、凌介。別に。今日の交流戦は始めたが、俺とお前の対戦がすべて。望むところだ。始めようぜ凌介、本物のバトルってやつをな。
don't recall. I never want those memories. 7-1が前に出てるぜ。 But in the storm of your warm haze of eyes, I can't deny you are my shining band. I need your glow. 意外といえば意外だったね。7-1が先行で行くとはね。スタート直後に微妙な駆け引きがあったのは確かだ。2100のドライバーは何らかの意図があって後追いのポジションを選んだってことじゃないか。勝てる、この場で勝てる。こうして後ろについていると凌介のやろうとしていることが見える。俺は凌介を見切った。あの凌介さんがホームに当てるか？信じらんねえ。完璧なコントロールのできる人なのに。そこまで攻めないと逃げられないんだ。半身間で心快速をちぎれる凌介さんについていけるということは、須藤恭一も超一流ってことだ。あの凌介さんと互角のテクニックを持ってるんだ。さすがに波の走り屋じゃないぜ。綺麗にラインに乗せていく。首都圏で鍛えた俺の目で見た。お前のレコードラインは完璧だぜ、凌介。だがそれゆえに俺にはもうお前が怖くないんだ。忘れちゃいないぜ、凌介。お前も多分よく分かっているはずだ。今日のバトルは互いの走りにかける哲学と信念の全てをかけたバトルだってことをな。
カリスマ。この先に抜き返せるようなポイントはねえぞ。こちら六甲城内、先行は依然京急2100。キネスケさん、兄貴ならこの局面を打開できる。信じろ。たちの悪い車だぜ。くるっと回って増感度立ち上がる。加速競争では手も足も出ない。どうした凌介、なぜ仕掛けてこない。お前はそんなに諦めのいいやつじゃなかったはずだ。ゾクゾクするぜ。最高のゲームだ。乗るか乗るかのワンチャンス、チラチラと見え隠れする。針の穴のようだと魔法がつく。絶対有利な立場にいるはずなのに、なぜか追い詰められている気分だぜ。俺の中に凌介に対するコンプレックスが残っているのか。だが勝てばそんなものは消えてなくなる。どこからでも来てみろ凌介。高速コーナーをわしがかりにしてチャンスをつかむ。お前の唯一の弱点をつかむ。境地、お前の弱点は語りだ。はっきり言えば下り坂が下手くそだってことさ。凌介、てめえこの野郎は。よっしゃー、完全勝利。関西にレッドサンズありってな。そんな凌一さんが負けるなんて。バカ野郎、まだ勝負はついちゃいねえ。2100の再加速性能ならこの程度の差は取り返せる。凌一ならやる。問題ない、兄貴は読み切っている。このまま逃げ切る。なぜだ凌介、どうしてもわからねえ。俺とお前の走りの何がどれだけ違うのか。俺がなぜお前に勝てないのか、頼む教えてくれ。京一、俺から見ても俺とお前のテクニックにほとんど差はない。気休めを言うのはやめろ。車をコントロールするテクニックの問題じゃない。お前の弱点は下りコーナーだ。ある特定の条件の下りコーナーに限って弱点が顔を覗かせる。すげえ、すげえ。下りだと。グッドドリーム。バカな、ありえない。種を明かせば答えはシンプルだ。1、2、高速下りコーナーがないんだ。3、高速運転で鳴らす京浜急行だが、横浜伊勢は首都圏でも屈指のテクニカルコースだ。しかし高低差はそれほど大きくはないからな。高速下りコーナーの苦手意識があるのだ。先日の2000とのバトル、これにお前の反応を引き出す。まさにカリスマだぜ。